ミッキー・ロークはアメリカ合衆国、ニューヨーク州出身の俳優、元プロボクサー。7歳の時に両親が離婚し、母は5人の子供を持つ警察官の男性と再婚した。ニューヨークからマイアミへ移住した後に、警フはロークをマイアミの有名なボクシングジム、5番街ジムへ通わせ、モハメド・アリア、ジミー・エリスらと共にトレーニングをさせた。 19歳の頃に単身でニューヨークへ戻り、アクターズスタジオで演劇を学びながら小さな舞台に出演した。ロサンゼルスへ移り、1979年に1941で映画デビュー。1981年にテレビドラマ、ハードケースで共演した女優、デブラ・フュアーと結婚。同年、白いドレスの女で爆弾を密造する。 男の役が評価された後、1982年に出演したダイナーでは、全米映画非評価協会賞助演団優勝を受賞している。1980年代には、セクシーな魅力を持ったキャラクターが、セックスシンボルとして称され、イヤー・オブ・ザ・ドラゴン、ナイン・ハーフ、エンゼル・ハート等の話題作で主演を務めた。1991年には、プロボクサーに転身。 ボクサー引退後に再び俳優業に戻った。ボクサー時代の怪我がもとで整形手術を受けている。2009年には整形手術が失敗したとインタビューで語っている。2008年9月に開催された第65回ベネツィア国際映画祭において主演作のレスラーが最高賞にあたる金獅子賞を受賞した。また、 ローク自身もゴールデングローブ賞主演団優勝などを受賞し、アカデミー主演団優勝にノミネートされた。1992年6月、ボクシングの試合のため来日。6月23日、両国国技館でダリル・ミラーとの6回戦に臨んだ。試合は初回2分14秒、右フックで小勝ち。ただ、この試合の実況を担当した久保田光彦は、 後にこの試合を、ある種の花相撲と表現し、私の実況人生の最大の汚点である。いくら宮遣いとはいえ、ひどいものは、ひどいと表現しなければ、とまで語っている。2014年11月28日、ロシアで行われたボクシングの試合で29歳のエリオット・シーモアに勝利する。しかし、後に、シーモアが1500ドルで買収され負けることが決まっていた。 八百ち試合だったことを暴露した。ありがとうございます。